弱い者が100人いるよりも強い者が1人いる方が戦力になると思われます。戦の方が大事に決まっているではないか。先はないと思い解散しました。この問題は深刻だな。見事に押し付けられた。今一度聞く。なぜ軍を勝手に解散させたのだ。だから何度も申しているではありませんか。兵糧がもったいないと思ったからにございます。それは建前であろう。本当のことを申せ。本当のことにございます。桓武天皇様はそなたに処罰を与えないと申している。だから本当のことを話せ。その言葉信じてよろしいのですか。天皇様は寛大なお方だ。私や小黒丸殿がこの立場にいるということが何よりの証拠。確かに。では恐れながら申し上げます。朝廷軍の兵が無理やり集められた弱兵の寄せ集めだったから先はないと思い解散しました。お二人も蜂起の乱の時にその問題に直面したのではないですか。だから継忠殿は軍を動かさなかった。そして小黒麻呂殿も被害が拡大する前に軍を解散させた。違いますか。その通りだ。小黒麻呂殿も相違ないか。ございません。キノコサミよ、ただいまをもってこたびの戦に関する追及を終了とする。東北攻め大義であった。では失礼いたします。忠次殿があんな嘘をつくと思いませんでした。嘘ではない。桓武天皇は本当に罪に問わないとおっしゃっていた。まことにございましたか。今後の蝦夷平定のために本当のことを聞き出したかったのであろう。しかし誰もお咎めなしというわけにはいきませんよね。無論誰かに全責任を負ってもらうしかあるまい。小黒麻呂殿の方で誰か見つけておいてください。私がですか。桓武天皇に呼ばれていますので先に失礼いたします。呼ばれているなんて絶対嘘だ。見事に押し付けられた。この時に処罰を受けたのは副使を務めていた池田の真平でした。同じ副使の入間の広成は何のお咎めもなかったと伝わっています。以上がこたびの戦に関するご報告にございます。この問題は深刻だな。さようにございますね。根本的に軍事面を改革する必要があるかと存じます。しかしそうなると大法律令そのものから変えなくてはならぬ。何かいい策はあるか。継忠、兵の質を上げるというのはいかがでしょうか。訓練をするということか。はい、それは得策ではないと存じます。くせ者。待て継忠、そのものは私が読んだ。天皇様が。これは失礼いたしました。して誰なんですかこの者は。ご挨拶が遅れて申し訳ございません。私菅野の真道と申します。以後お見知りおきを。菅野の真道は後に藤原のお継ぐとの間で特製総論を行った人物としても有名です。この者はとても頭がいい。何かいい案を出してくれるのではないかと思って呼んだのだ。さようにございましたか。先ほどの無礼お許しください。いえ、お話の途中で割り込んだ私の方が無礼でした。お許しください。ところで真道よ、先ほどの質を上げるという意見が得策ではないというのはどういうことだ。質を上げるということには私も賛成です。しかし百姓を訓練により強くするというのには反対です。そもそも百姓は戦に勝てるかどうかよりも税を納められるかどうかの方が心配なのです。何を言っておる。戦の方が大事に決まっているではないか。いや、そう思っているのは私たちだけかもしれないな。守る戦の場合であれば侵略されたくないという思いから奮闘するが、攻める場合はその限りではない。
さようにございます。奪った土地を直接もらえるならまだしも、徴兵は義務であるためほとんど報酬はありません。それに加えて人手不足により納税の負担が重くなるとなれば、士気が上がることはまずないと思われます。税制度自体に問題があるということか。早急にこの問題を解決しなければ、恵比寿平定など夢のまた夢だ。恐れながら申し上げます。ここは思い切って、すでに修練を積んでいる強い者だけを選抜して徴兵するというのはいかがでしょうか。お待ちください。そんなことをすれば兵の数が減ってしまうではありませんか。弱い者が100人いるよりも強い者が1人いる方が戦力になると思われます。一理あるな。そもそもこの徴兵制度は白月の絵の戦いの報復に備えるためのものでしたが、今となっては報復の恐れもないため、ふさわしくないものとなっていると考えられます。確かに唐や朝鮮諸国と戦をしないのであれば、これほどの数の兵を持っていても意味がないということか。しかし恵比寿と対抗するにはある程度の数も必要ではないかと。それに九州は海賊の被害も多く、減らすのはいささか賢明ではないと思われます。万が一周辺諸国が攻め込んできた場合、対処が後手に回ってしまう恐れもございます。では東北地方と九州地方は今まで通りのやり方で兵を集めよう。それ以外の地域では武芸に優れた者だけを選抜して軍を編成する。それでいいか。良きお考えかと。さすがにございます。では早速準備に取り掛かれ。よろしく頼むぞ、つぐただ。は。まみちよ、大義であった。もったいないお言葉にございます。これで、恵比寿平定に大きく前進した。恵比寿平定について、一つ進言をしてもよろしいでしょうか。なんだ。坂の上の田村麻呂殿を征夷大将軍にするのがよろしいかと存じます。今の朝廷軍で恵比寿の族長アテルイを倒せるのは田村麻呂殿しかおりません。そうか。これ君も同じことを申していた。これ君様と同じ。これはまた光栄なことにございます。桓武天皇様、そして先代の後任天皇様の悲願である恵比寿平定が一日でも早く成し遂げられることを心よりお祈りしております。これからも頼りにしておるぞ、まみちよ。は。コンデイの姓は一般農民の負担を軽減することとは別に、地方の有力者の中から後に武士に成長していく職業軍人というポジションも生み出しました。このことからも日本の軍事面においてとても重要な制度だったといえます。さて次回の百花繚乱歴史伝は794年に遷都した都平安京にスポット当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。